納税貯蓄組合は税金の円滑な納付を促すための団体で、4月10日を納貯の日と定め、各地で期限内の納税を呼びかける催しを行っています。東京杉並区の商店街では、組合や杉並税務署、都庁の職員らがチラシなどを配り、自動車税を期限内に納付するよう呼びかけました。東京都の自動車税は来月初めに納税通知書が発送され、月末が納付期限となっています。